軌道感染。軌道感染とは、軌道、呼吸器に起こる感染症である。呼吸器感染症とも言う。軌道感染を示す重要な兆候としては、発熱、咳、痰といった症状である。発熱、咳、痰を起こす疾患というのは、ほとんどが軌道感染、または呼吸器感染症である。軌道とは、鼻腔から肺胞までの区間を言い、生体より上を、 上気道、整体から舌を下気道という、中時、副鼻腔は軌道と交通性があるため、抗議の軌道として捉えられることが多い。胸膜炎、脳胸、肺脳腰、心膜炎も多くの場合は、軌道感染に続発して起こることもられている。ここでは、一般診療で関わる、主な疾患、及び発熱、咳、痰を起こす疾患の間別などを述べる。 軌道感染のマネジメントの基本はまず、トリアージとして、入院適応、隔離の必要性を検討し、感染症と疾患の特定、肥炎菌の特定、治療の決定という流れで進む。入院適応のある重症感染症かこれは、バイタルサインや呼吸状態によって評価される場合が多い。また軌道感染の場合は、空気感染するものが多く、 隔離の必要性も考慮する。隔離が必要な疾患としては、インフルエンザ、マシン、百日咳結核、サーズなどが知られているが、対応は明らかに異なる。結核ならば結核病床での入院となるが、インフルエンザならば、感染のリスクの説明のみで帰宅できることが多い。これらは、寄園金が同定されるまでわからないため、 咳や痰がある患者は否定されるまで感染症として扱い、疑わしきは隔離対象とするのが原則である。問診、身体所見、X 線写真、心電図、採血、拡大検査などが行われる。感染の部位診断としては、下し域ならば、死診、下し域でなければ、X 線写真や理学的な所見を参考とする。 特に疼痛部位とその正常は重要な情報となる。確定診断は培養による。しかし、迅速キットの普及、正確な部位診断によって予測が可能な場合が多い。抗菌薬をはじめとする化学療法やドレナージといった治療を行う。院内発症の場合は、施設により、起遠菌、薬剤感受性が異なるため、サーベイランスの情報が重要となってくる。抗菌薬や、 抗ウイルス薬が必要な疾患を以下にまとめる。慢性の疾患の場合は、各種専門医の領域になるので主に急性の経過を取る疾患について述べる。日常的に関わる疾患としては、以下のようなものがある。なお、中耳炎と副鼻腔炎に関しては、厳密には、軌道感染とは言わないものの専門医のもとで治療を受けない場合が多いのでここで説明する。 くしゃみ、鼻水、微平、微熱、倦怠感、頭痛、食欲不振といった漠然とした、いくつかの症状が、比較的患者に出現するのが特徴である。ライのウイルスやコロナウイルスが原因であることが多く、基本的に抗菌薬を用いる必要はない。自然回復日数は、平均1.5週間。診断がついた場合は、対症療法を行う。 症状を取るには、漢方薬が有効な場合が多い。その他には鼻詰まりには、抗ヒスタミン薬、熱、頭痛などには、下熱鎮痛薬が用いられる。特によく使われるのが PL という合剤である。この PL には、第一世代抗ヒスタミン薬が配合されており、尿閉やふらつきによる転倒が起こったり、眠気で事故になったりすることがある。くしゃみ、鼻水が、慢性にある場合は、 アレルギー性鼻炎であり、風邪症候群ではない。風邪症候群と異なり、急激に症状が出現する。咽頭炎の症状としては、急性の高熱、喉の痛み、腫れであり咳や鼻水はあまりない。原因としては60%がウイルス性であり、40%が細菌性であると言われている。重要な間別疾患としては伝染性、単核球症、ジフテリア、 HIV、臨病、波急性向上性炎、陰頭血膜炎などが挙げられる。特に伝染性単核急症の場合はペニシリンを用いると皮脂が生じることが知られているためできるだけ、間別をつけたいところである。血液性化学検査や免疫学的検査でも区別は可能だが、ケーブリンパ節触診もかなりの確率で診断の手助けとなる。 強酸乳突筋より前にある全ケーブリンパ節に圧痛がある場合は、細菌性咽頭炎である子が多く、強酸乳突筋より後方にある後ケーブリンパ節に圧痛がある場合は、伝染性胆核吸症である確率が高いと言われている。自然回復日数は平均一週間。細菌性咽頭炎の場合は、ほとんどの場合は可能性連鎖球菌が原因であるため、 ほとんどの場合はペニシリンが貯行する、溶連菌のペニシリン感受性は100%である。外来では、バイシリン、バイシリンジイカリュー、またはアモチシリン、サワシリンというペニシリン製剤がよく利用される。サワシリンを用いる場合は、サワシリン 500mg を1日3回、1500mg アデトーカ、分、小児の場合は25から 45mgkg、 例を目安に1 10日2回10日分といいった処方がよく知られている。細菌性咽頭炎に対するペニシリン投与の意義としては、無治療の場合よりも症状が1日改めすること、リウマチ熱の予防効果があることが挙げられる。ただ、子宮体陣炎の予防効果にエビデンスは存在しない。細菌性咽頭炎と客観的に診断をするには、カナダルールというものがよく知られいる。 熱が38度以上、咳がない、全ケ部リンパ節主張を認める、平田腸が腫れている、または平田腸に進出物がある、年齢が3から14歳であるという項目に対して該当する項目数を数える。なお年齢が45歳以上の場合はマイナス1とする。合計点が1以下である場合は、細菌性咽頭炎ではなく、2点以上である場合は、咽頭培養。 または、感度は落ちるものの溶連菌迅速検査を用いて、検査後、ペニシリンを投与して良いとされている。4点以上の場合は、エンピリックにペニシリンを投与する場合もある。平田町に白体がある場合は、細菌性陰頭炎と言われていたが、カナダルールにその項目はない。小児ではアデノウイルスによる陰頭結膜炎、国策ーウイルスによるヘルパンギーナなども有名である。 ヘルパニーナは、幼児、学童の夏風邪でよく見られ、発熱と粘膜心が特徴的である。早期は、天井出血を呈することもある。咽頭痛や流然が認められる。内科的緊急疾患である。小児に多い。喉頭外に生じる急性炎症性主張である。インフルエンザ間菌による重症細菌感染症の一症状として出現するため、 グループとは全く異なる病態である。2歳から7歳といった乳幼児に後発する傾向がある。呼吸困難、流然、陥没呼吸、含み声、膝呼吸が典型的な症状である。塩化困難、塩化障害も伴うことが多い。早期診断には円滑、痛、嚥障害を訴える乳幼児で、上気動炎症症,症状のみで、咽頭。 返答の所見が乏しい時に鑑別にあげることが一般的である。不安や咽頭刺激を与えたり、業外で寝かせたりすると急激に上気道閉塞が起こり窒息に至ることがある。高校内観察、静脈ライン確保、業外にするといった招致は、軌道確保の準備が整う馬は避けるべきである。急性のドズ外炎と診断したら原則は入院管理となりげ、 管内相関といった、軌道確保に躊躇しない。グループは、急性高等炎、急性生態下高等炎ともいい、小児救急疾患の一つである。かつてはジフテリアによるものが非常に多かったが、ワクチンの普及によって、ジフテリアによるグループは激減しいる。急性軌道感染症に伴い、けんけんとした犬吠え様外装、左生、呼吸困難を呈する症候群でありほとんどは、 ウイルス性である。インフルエンザ菌による場合は重篤化しやすい傾向がある。生後6ヶ月から6歳頃に非常に多い。聴診上のストライダー、吸気性全明は上気道狭策を疑う重要な所見である。逆に、ビージング、全明であれば下気道の閉塞である。ビージングは、吸気時も呼気時もヒューヒューと聞こえ、最強点が胸部になるのに対して、 ストライダーは吸気のみにヒューヒューと聞こえ、最強点が、頸部に存在する点が異なる。また開口し貧呼吸させるとストライダーは聴取しやすい。激しく泣かせる、興奮させるといったことを行うと、さらに軌道狭窄が進み、重篤化することがあるので注意が必要である。絶圧誌を用いた、咽頭診察や X 線撮影などで、呼吸停止に陥った例も報告されている。 重症度は臨床症状から決定されることが多い。中等度以上ではアドレナリン吸入の適応がある。指摘吸入量は1000倍希釈アドレナリン 0.5mlkg であり、最大量は 5ml である。反応は速攻性であるが2時間で効果が消失するため、心電図、酸素飽和度、モニタリングの下2時間後に再評価が必要である。 アドレナリン吸入で症状が改善したら速やかに、ステロイドの内服を行えば、アドレナリンの効果が消失する頃にステロイの効果が現れてくる。重症度にかかわらず、デキサメサゾン 0.6mg、kg、最大量 10mg の単回投与が標準的である。内服が難しければ、パルミコートにミリグラムの吸入を行うこともある。呼吸不全によりげ、ね、 管内相関が行われる場合もある。ウイルス感染がほとんどであるために、抗菌薬の積極的な適応はない。慢性副鼻腔炎は、自鼻化専門医によって治療されるべき疾患であるため、ここでは、急性副鼻腔炎に関して、主に説明する。急性副鼻腔炎は頭痛、めまい、鼻水、鼻詰まり、放物、死痛、 目の奥の痛みなど一見すると不定周素のように見えるのが特徴である。一応は微周辺の症状ではあるが、しかし見逃すと重症化することもあるため、注意深い診察が要求される。最もわかりやすい所見は顔面の圧痛である。腹鼻腔の位置に対応した圧痛点が見られることが多い。例えば、上顎道ならば、後部、前頭道ならば、額、古い骨道ならば、 目の間である。軽く押さえるだけで十分は圧痛の所見は取れる。眼下部は健常者も圧痛が見られるため触診しない方が良いと言われている。前鏡になると症状が増悪したり、ごびろによる行外で増悪する咳などが見られることがある。歯肉からの脳、ごびろによる咳症状、耳鏡にて、微空観察をして、主張所見を取ったり、超音波診察をすることもある。ただし、 自然回復日数は平均2.5週間。治療は抗菌薬を用いなくてもほとんどの場合は治る。抗ヒスタミン薬や漢方薬などを用いることが多い。アセトアミノフェン、フルナーゼ点微液、プリビナ液3日以内、肺尿酸の湯122番などがよく用いられる。ただし高熱が見られる場合や頭痛が激しい場合や脳が出ている場合、 7日以上治らないといった重症例では抗菌薬を用いることが多い。原因菌としては定型肺炎と同じで肺炎球菌、インフルエンザ肝菌、モラクセラカタラーリスなどであるもの、薬物動態学の違いから定型肺炎と抗菌薬の選択が異なる。アモキシシリンが第一選択であるためパセトシンやサワーシリンを用いることが多い。アモキシシリンが無効であったり、 アレルギーがある場合はより広域な抗菌薬が選択される。サワシリン250から 500mg を1日3回で14日分などの処方がよく知られる。ペニシリンアレルギーがある場合は、バクタ配合状2乗を1日2回で14日分などを用いることもある。難治性でグラム陰性菌や嫌気性菌をカバーしたいときは、アモキシシリンクラブラン酸、オーグメンジンなど、 ベータラクタマーゼ阻害薬が含まれたものを用いることもある。オーグメンチン 250mg にサワシリン 500mg を1日2回で併用すると下痢の副作用が軽減される。これはアメリカのアモキシシリンクラブラン酸の配合比率合わせることによるインフルエンザウイルスによる感染症である RS ウイルスやパラインフルエンザウイルスによっても ほぼ同様の症状が出る、インフルエンザ様疾患というためワクチンを打ったのに、インフルエンザになったというエピソードが生まれることがある。インフルエンザは冬に多く、インフルエンザ様疾患は、春や夏に多いという特徴がある。インフルエンザの症状としては、急性の高熱、おか寒、関節痛、喉の,の痛み、ただし、咽頭の発赤、主張はない、咳、鼻水などが挙げられる。通常は、 自然治癒するのだが、高齢者は重症化死に至ることもあるので予防が大切と言われている。空気感染、飛沫感染するため、感染者は5日間の就業停止が望ましいと言われている。特に高齢者との接触は避けたいところである。また抗菌薬の投与に肺炎の予防効果はないと言われている。治療薬としてタミフルやリレンザが有名である。 健常者にタミフルを使っても、症状回復を一日早めるものの感染期間、伝染させる期間は縮まないこと、肺炎など合併症は減少しないこと、死亡率が下がらないことから健康で合併症のない成人、小児においては、積極的に投与する意義は薄いと考えられている。学校保健法によると、下熱後2日経過したら、投稿が可能となる。 日常臨床では発熱、外装はあるものの肺炎ではないものを、気管支援という。しかしこの定義は、極めて曖昧である。90%が、ウイルス性であると言われているが、前述の臨床的な定義では、診断が緩すぎるという指摘もあり、論争中である。実際、気管支援の診断でも、グラム染色で細菌が検出されることも多く、判断が難しい。 重症例や免疫不全者、合併症がある場合は、抗菌薬の投与がされる場合がある。胸部 X 線写真での新順影が遅れて出現することもあり、肺炎との区別が難しい。急性期間支援の自然回復日数は平均3週間。フォローアップが必要だが、ほとんどがウイルス性で抗菌薬不要と考えると、マイコプラズマ肺炎の診断を重視することになる。 カラセキ、若年者といった処刑がよりマイコプラズマらしいので、患者に希望があれば、ジスロマックといった、マクロライド系の抗菌薬やミノマイシンを処方する。高齢者の場合が診断が難しいので、第三世代セフェムとクラリシットといった、マクロライド系抗菌薬を併用する。結核の見逃しを防ぐため乳機のロンは使用しない、方が無難である。小児疾患である。冬場に後発する。 ご期性全名を特徴とする疾患であり、50%以上は RS ウイルスによるものでありついでパラインフルエンザウイルスによるものが多い。6ヶ月までの乳児に特に多く、2歳までが後発年齢となっている。原因は、細気管支レベルの不守、上皮細胞などの剥奪物質、過剰酸質粘液が主体とされ気管支連縮の関与は少ないと考えられている。臨床像は、 喘速発作に類似し、肝冒を契機とした初回の喘速発作との鑑別は、しばしば困難である。小児喘速は3歳から5歳が、後発年齢で春先、秋口に多いと言われているが、それだけで区別は難しい。気管支拡張薬の投与で時に前命が改善するが、酸素化などは、改善が乏しいといった現象を、しばしば観察される。ベータ刺激薬である、ベネトリンやアドレナリンは、 短期的には症状の改善を認めるとされているが、入院期間や利病期間の短縮は得られないとされているため、長期的な使用は推奨されない。本省の治療戦略としては安易な吸入療法は、慎むべきであり、酸素投与、過失、呼吸理学療法、有液療法、人工換気療法といった指示療法を主体に考えるべきとされている。 アップがガイドラインを提唱しているが2008年、現在整理されていない。治療としては3日ほどで警戒傾向になり、さらに3日ほどで治癒するのが一般的である。適切な指示療法を行うための入院適用が治療法針上重要となる。入院には急性再帰管支援から換気、酸素化障害が生じた場合と無呼吸が発生した場合が考えられる。 換気、酸素化障害は、酸素飽和度95%未満で、呼吸数45マイメートル以上、生後6ヶ月未満といったところが入院の危険因子となる。無呼吸に関しては、生後2ヶ月以内、アシドーシスの存在、無気配の存在などが入院の危険因子となる。またミルクの飲み具合といった所見も参考となる。発熱、外装。 胸部 X 線写真で肺に新順影が見られることを特徴とする。類似の症状を呈するものとして、結核、心不全、胸水貯留、肺俗栓症、肺がんがあるので気をつける。特に新順影が遅れて現れることがあり、注意が必要である。このため気管支援疑いでもグラム染色を行うことに意味があると考えられている。なぜなら肺炎であった場合は、 原因微生物が大きく異なるからである。肺炎は大まかに言うと、支中肺炎、院内肺炎、誤炎性肺炎に分類される。これらの分類の意義は、起炎菌が全く異なることが予想できるからである。院内肺炎では、緑脳菌などによって起こり、レジオネラなどはまず罹患しない。誤炎性肺炎は、口腔内常在菌によって起こることが多い。支中肺炎は、 大きく分けると、定型肺炎と非定型肺炎に分かれるとされている。定型肺炎は、肺炎球菌、インフルエンザ肝菌、モラクセラカタラーリス、黄色ブドウ球菌などが原因で、胸膜刺激症状が見られる場合は、特に疑わしいとされている。胸部 X 線写真では、コンソリデーションが認められるのが、典型的である。非定型肺炎では、マイコプラズマ、クラミジア、 レジオネラなどが考えられ、これはアキュ性の発症であり、消化器症状、嘔吐や下痢が見られる場合は、特に疑わしいとされている。レジオネラ肺炎で、意識障害が認められることも有名である。肺炎の警戒によって、意識障害も消化器症状も警戒する。胸部 X 線写真では、間質性陰影を示すのが典型的である。いずれにせよ、診断をするには、グラム染色と、 核単培養が必要である。グラム染色では、上皮細胞が見えず、白血球が多数見えるところで細菌を確認しやすいと言われている。アメリカのおける肺炎のガイドラインでは、定型肺炎と非定系肺炎の区別は不可能とされているが、日本の肺炎のガイドラインは区別が可能としている。定型肺炎と非定系肺炎は、以下の6つの項目のスコアリングによって、 行うことができる以上の項目で4項目以上に該当すれば、否定系肺炎であり、3項目未満であれば、定型肺炎である。なお、末梢血発血玉数を除いた5項目で3項目以上ならば、否定系肺炎であり、2項目未満であれば、定型肺炎とする方法も存在し、これならば診療所でも判定可能である。なお、アメリカのガイドラインではまずは、 低系肺炎のベータラクタム薬と非低系肺炎の治療薬の併用を行い、培養の結果を見て片方を中止するという方法が取られているが、日本の場合は確信できなければ非低系肺炎の治療を行うように推奨されている。肺炎の重症度を分類する方法もある。日本のガイドラインでは、A、ドロップシステムによって分類する。上記5項目のうち該当がなければ、 軽症、該当が1から2個ならば中等度、該当が3個ならば重症、該当が4から5個ならば超重症とする。なおショックが認められれば1項目でも円該当すれば超重症とす。A、ドロップシステムの点数でどのような治療を行うべきかも述べられており、とされている。入院治療が必要なのは重症度で重症以上、または全身状態不良や 外来治療不良の場合である。それ以外は外来でのフォローアップが可能である。その他の重症度のスコアとしては PSI、カーブ六6 5などが知られている。エンピリック治療としては細菌性肺炎疑い、否定系肺炎疑い、肺炎球菌性肺炎、ICU 治療肺炎によって異なる。また、基礎疾患に糖尿病、腎疾患、肝疾患、 心疾患がある場合や65歳以上の高齢者も考慮が必要である。受診後4時間以内、かつては8時間以内の抗菌薬の開始が進められている。また小児では年齢によって、期限金が異なることも知られている。重症例では2日後、通常は3日後に初期抗菌薬の有効性の評価を行う。七日以内に有効性の評価と終了時期の評価を行い。 14日以内に終了時期や薬剤の変更の評価を行う。基礎疾患がなければ上記項目4項目中3項目を満たした時点で、基礎疾患があれば4項目中3項目を満たした4日後に治療を終了する。上記項目の2つ以上が残っている場合は不可能とされている。入院48時間以降に出現した肺炎を院内肺炎、HAP という。 基礎疾患の存在、体制菌の確率が高いことから治療が難航しやすい。色度による生命予防因子、肺炎重症度規定因子、MRSA 保有リスクによって重症度は決定される。重篤な場合は、ステロイドや免疫グロブリンも用いられる。上記色度が3項目以上該当すれば重症群、C 群とする。2項目以下ならば、 肺炎重症度規定因子による評価を行い、一つでも該当すれば、中等症群、B 群であり、該当がなければ、軽症 A 群となる。症状の改善は、通常72時間以内に認められるため、急激な増悪を認める場合以外は3日間は、抗菌薬は変更しない。緑膿菌など耐性傾向が強い菌を除いて、初期抗菌薬が有効であれば、 治療期間は7から1日間とされている。また治療開始後3日以上経過して改善がなければ、抗菌薬の変更を考慮する。1回投与量は、体格で調節し、投与間隔は排泄機能で調節する。肺炎の補助療法としては、ステロイド、免疫クロブリン、GCSF、血液浄化法、高中級エラスターゼ阻害薬などが知られている。 肺炎に対しては下熱および全身状態の改善、ガス交換機能の改善、繊維化抑制、抗食作用、過剰なサイトカイン反応の抑制、副腎不全の改善があるとされている。ニューモシスチス肺炎での有効性は立証されている。肺炎に対しては、液性免疫の改善、毒素やウイルスの中和、オプソニン作用による、 高中級の鈍色作用の更新などがあるとされている。重症感染症に対しては適正な抗菌薬を併用した上で、免疫グロブリンに1回 5g、例分1を3日間使用するといった方法が示されている。肺炎球菌、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌、胃気性菌など高校内常在菌によって起こる。塩化性肺疾患には塩化性肺炎。 通常型、微慢性塩化性細器官支援、メンデルソン症候群、人工呼吸器関連肺炎、バップが知られている。不健性誤炎、健性誤炎等に対する対策も必要となる。塩化訓練、高校ケア、遠位居上、意識の改善なども並行して行う必要がある。肺炎が重症でなければ、安否リンで治療可能な場合が多い。慢性中耳炎は、 極めて多様であるため急性中耳炎に関して述べる。発熱、耳の痛みが主訴となる。典型的には高熱で耳を痛がる子供である。外耳炎と異なり耳を引っ張っても痛みが増強しない。必ず耳鏡による鼓膜観察にて鼓膜の主張を確認するべきである。自然回復日数は平均4日。治療は基本的に対症療法であり。 アセトアミノフェンを用いることが多い。高熱、強い頭痛など、重症例に関しては、抗菌薬を用いる場合がある。中耳炎の原因菌は、定型肺炎、副鼻腔炎と同じであり、肺炎球菌、グラム陽性球菌、インフルエンザ肝菌、グラム陰性肝菌、モラクセラカタラーリス、グラム陰性球菌である。抗菌薬の第一選択は、アモキシシリン、商品名は、 パセトシンサイル、または、サワシリンである。重症急性中耳炎では、サワシリン80から 90mg、kg、低で1日2回5日間など、大量の投与されることがある。気道感染に対する、漢方薬治療による、症状緩和について述べる。風邪症候群に関しては体質である拒実と、時間経過によって用いる、漢方薬が異なる。 帝京大学医学部外科准教授の新見、正則によると、魔王、エフェドリンが飲める場合が体質競争な実症であり、魔王が飲めない場合が体質虚弱な巨症となる。魔王は、狂心症がある場合は使用できない。動機の副作用があるため注意が必要である。風邪症候群やインフルエンザの予防には、補充液球、補充、液気等、 つむら41番を一日散歩を内服する。4週間程度内服は継続しても良い。もし補充液器油が内服できないようならば詳細固有、詳細ことをつむら9番を一日散歩を内服する。発熱がないが、風邪症候群を疑う、諸症状がある場合西洋医薬では、処方がないが、漢方薬治療ではいくつかの処方が知られている。咽頭痛や、 陰頭の違和感に対しては、魔王不死災心優、魔王不死災陰頭を一日だけ散歩を内服する。鼻汁に関しては小生流油、章星竜優、章星竜頭、津村十九番を一日だけ散歩を内服する。お腹が緩くなったといった、腹部症状の場合は五霊山、五霊山、津村十七番を一日だけ散歩を内服する。発熱があり風症候群の急性期で実症ならば、魔王優。 魔王刀、つむら十七番を数時間ごとに一歩内服する。目安としては一日六歩内服し汗が出始めれば、最古形詩湯、最古形詩刀、つむら十番を一日三歩で三日間内服する。子供の場合は、最古形詩湯に変更しなくとも、すぐに警戒することが多い。魔王湯を内服できなさそうな実証ならば、カッコン湯、カッコン刀、 津村一番を数時間ごとに一歩を内服する。目安としては、1日六歩を内服し汗が出始めれば、最古形詩湯、最古形詩湯、津村十番を1日三歩で三日間内服する。発症から1日以上くたった風症候群で、実症ならば最古形詩湯を1日三歩で三日間、内服する。魔王湯や、カッコン湯が内服できない場合は、魔王不死最新湯。 魔王武士最新刀、津村127番を一日散歩で一日、内服する。発症翌日からは、魔王不死最新油に、京子油、京子刀、津村45番を併用して、それぞれ一日散歩で3日間継続する。症状が長引いた場合は、魔王不死最新油に、補充液球、補充液期刀、津村41番を、それぞれ一日散歩で7日、 分継続する。全く魔王を受け付けない巨匠や、妊娠時の風邪症候群には、酵素酸、酵素酸、つむら70番を1日散歩で3日間内服する。症状が長引く場合は酸イケルイン、ジン素イン、つむら66番を1日散歩で7日間ほど、内服する。インフルエンザを疑う急激な発熱や、関節痛が認められた場合は巨匠であっても、魔王湯。 魔王等、つむら27番を数時間ごとに一歩を内服すると自覚症状が警戒することがある。抗ウイルス薬は併用しても良い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。